本日のゲームはエスタディオヌエボトリウンフォで行われます。この時間はクロアチア対セルビア、こちらの一戦をお届けいたします。セルビア国歌お聴きいただきます。続いてクロアチア国歌です。さあ北澤さん、気になる選手はいらっしゃいますか？ラクティッチですね。正確なパスやコースを狙ったシュートもうまくて技術が非常に高いですよね。ディフェンス面ではピンチのシーンで顔を出せる走力もありますし、彼のテクニックとハードワークというのはセルバードが効いてきますよね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。笛が吹かれてスタートです。クロアチア対セルビア、まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで終わる意識を持つことですよね。なるほど、どういった立ち上がりになるんでしょうか。ブルサリコ、セルビアボール、マティッチ、マティッチからタディッチ、ペリシッチ、ブロゾビッチ、レビッチ、ルーズボール、ラキティッチ、モドリッチ、ラキティッチ、仕掛けるか、どうする、ここでファウルがありました。たまらず行ってしまいましたね。幸運にも注意に終わりました。開始早々フリーキックのチャンス、この試合初めてのセットプレーです。この1本目どう出てくるか見ものですよね。このクリアボール次へつなげたい。ここは中央一人で行きます。味方選手のフォローは追いついていません。スルーパスを狙う、シュート、さあどこに出してくる。コラロフ、ボールの奪い合い激しいものがあります。ペリシッチ、これ仕掛けるか、ここをかわした、レビッチ、あちょっとつくことができなかったか。ディフェンス陣非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。セルビアは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。
ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。ミレンコビッチ、マティッチ、いい展開ですね。このパスを受けて左上がっていきます。クロスを上げる、テディッチ、こぼれた。セルビア決定的なチャンスを収めることができませんでした。激しいボールの奪い合い、ブロゾビッチからレビッチ、スペースを狙った。さあここから持っていく、撫でるようなボールタッチ、上げてくる、どうぞ。これを拾いたいセルビア。上げる、ボールが流れていきます。セルビア、ここはクリアでピンチを出します。オフサイドですか。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。ミレンコビッチ、ギャイッチからターディッチ、セルビアここでファールをもらいます。フリーキックのチャンス、先制することができるか、直接か、ナスタシッチ。前半ここまでは0対0ですが、両チームともそれなりにシュートを打っている印象です。お互い攻撃的でアグレッシブな試合を見せてくれてますよね。もう1点が入ってもおかしくない状況ですけどもね。上がっていく右サイド、レビッチ、ブルサリコ、ブルサリコからペリシッチ、裏のスペースを狙う、いいとこ入りますよ。ここは合わせたかったですよね。さあ左サイドへ、さあここからの展開、コスティッチからコラロフ、これはチャンスだ、ミドル、まだある。長いボール縦へ、ペリシッチからアーチのようなパス、ボールはクリア、ナスタシッチ、コラロフ、裏のスペースを狙う、素早いパスで攻め上がっていきます。ブロゾビッチ、パスの交換、チャンスになる、オフサイドですかね。キーパーからのロングフィード、右サイドへ振って緩いボール、セルビア、これは奪い返します。フリーで受ける、レビッチ、さあ一気にカウンター、レビッチから大きく縦へ、激しいボールの奪い合いです。ここでファールがありました。イエローカードが出ました。
審判に抗議しますが、これは認められません。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。先制点のチャンスです。拾いたい。これはどうだ。決まって先制。クロアチア、さあクロアチア、この重要な試合でまず一歩をリードしています。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。モドリッチ、コスティッチからミトロビッチ、ミリンコビッチ、サビッチ、コスティッチ、来ましたよ。サイドチェンジ、コラロフ、マティッチ、ギャイッチからターディッチ、クリア。このピンチをなんとか出します。ギャイッチ、プレスからボールがこぼれる、ふわっとしたボール、この位置でボールを受けます。さあどうする。拾いたい。ミリンコビッチ、サビッチ、シュート、わずかに右へそれました。もう空いた瞬間狙ってきますからね。もともとミドル得意ですからね。長いサイドチェンジ、このパスがつながります。ロブレン、大きく縦へ、さあ右へ預けて、絶好の位置で受ける。うわっ、取らないですね。マティッチ、ピッチの使い方広くていいですね。長いパスがつながります。裏へのスルーパス、もういいですね。クロスを頭、いや決まった、追いついた。セルビア、北澤さん、これ早かったですね。いや、これはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。頭で見事に流し込んできました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね。はい、モドリッチからペリシッチ、また中央へと、これはつながりません。スルーパスを出す、いいオーバーラップですよ。クロアチアボールです。ポスト左をかすめていきました。
マティッチ、ミレンコビッチ、リャイッチ、サビッチからタディッチ、さあミトロビッチ、サビッチから左へ、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。どうする、ルーズになる、抜かせません。モドリッチ、ペリシッチから右サイド、ブルサリコ、マティッチ、パスでつないで攻め込んでいきます。セルビア、ここはすぐ奪い返します。クロアチア、ブロゾビッチ、もう一つ前に行きたい、右サイドへ振って組み立てながら攻め上がっていく、ラキティッチ、ボールを受けて、さあどこに出してくる、もう一回、サイドを使います。ブロゾビッチ、このパス回し、下がミドル、もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。ミレンコビッチ、縦へのボール、スペースを狙う、素晴らしいパス、残ってると、非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。見応えのある好ゲームです。さあまずは前半が終わりました。お互いに寄ることは全力を出し切らない限りは勝利は無念できない、そういう意気込みというのは強く感じますよね。クロアチア対セルビア、前半は1対1の同点で終了しています。キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。サビッチからタディッチ、チャンスを演出できるか、勝ち越し、セルビア、ゲームをひっくり返します。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。ミトロビッチ、今日2点目です。さあセルビア、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。これはファウルでしょう。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが、注意に終わっています。右サイド上がる、抜けてくる、一人で持っていくか、いいプレッシャー、セルビア、ここでファウルをもらいます。レフリーの注意が入ります。およそ30メートルというところです。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。これは直接キーパーへ、クロアチアが最終ラインまでボールを下げる、長いボールを送ります。ペトコビッチ、ここで前を向けるか、マティッチ、ここは一旦バックパス、
大きくサイドチェンジ。さあここからの展開、コラロフ、上がってきますね。ディフェンスをものともしません。モドリッチ、セルビアボールです。スルーパス抜けるか、中は枚数います。ロブレン、モドリッチ、長いボール縦へ、このスルーパスは通りません。ミレンコビッチ、ボールを下げてリズムを作るか、ミリンコビッチ、サビッチ。クロアチアは現在このセカンドハーフ立ち上がりをビハインドという形で戦っています。まあこの後半の入り方で主導権が変わってきますからね。まずは相手より先に掴むことでしょうね。まあそしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。クロス、これはクリア、裏へ出るか、どうする、シュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。ボールはクリア、モドリッチ、縦へのボール、ペリシッチ、さあつながるか、このパスを防ぎます。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。ミリンコビッチ、サビッチ、マティッチ、長いボール縦に入れます。セルビア奪い返します。クロアチアとしては今日はポゼッションで負けてますよね。なんとかして手を打っていかないとこのまま押し切られてしまいますよね。上げる、このクリアボール次へつなげたい。モドリッチ、ペリシッチ、ブルサリコ、モドリッチ、ペリシッチ、モドリッチ、ペリシッチからブルサリコ、抜きに行きます。うわー、まだる、いけるか、シュート、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。裏へ届くか、おっと、いいボールでしょ。ラキティッチへのボール、さあカウンタースピードを上げたいところ、モドリッチ、激しいボールの奪い合い、ラキティッチ、デビッチからラキティッチ、さあどこに出して、シュート、キーパー、キーパー前へ蹴り出します。コラロフ、サイドチェンジした形、コラロフからリアイッチ、
さあミトロビッチ、さあどうする。ここでファールがありました。ちょっとファールになりましたけど、この辺で押さえておかないと危険ですよ。直接狙える位置ですが、どうでしょう。ここで追加点のチャンスです。セルビア追加点、素晴らしいゴールでしたね。リードを2点に広げます。ゴールに吸い込まれていきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。さあセルビア、これで2点差、リードを広げます。セルビアとしては、まあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。はい、スルーパスを出す。プレッシャー、コスティッチから大きくサイドチェンジ。このパスを受けてスルーパスを狙う。シュート、クロアチア完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。ギャイッチ、彼の前の選手は北澤さん、みんな動きがいいですね。パスを出す方もやりやすいんじゃないでしょうか。視野が広い選手ですからね、周りの動きをしっかり把握してますよね。ラキティッチ、ロブレンからターテへのボール、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サイドへ、ここで受けて中央へ、マティッチから長いボール縦へ、裏を狙っていきます。このボールはタディッチ、おいい形じゃないですか。ブルサリコ、ブロゾビッチ、ペリシッチ、モドリッチ、ペトコビッチ、ボール入るか。ペリシッチから中へ、ここはすぐ奪い返します。クロアチア、ブロゾビッチ、抜ければチャンス。セルビアボール、クロアチアはここでベンチが動きます。さあクロアチア、同時に2人の選手が入れ替わります。ミレンコビッチ、残り時間は10分を切っています。ミレンコビッチ、チャレンジはしません。後ろに流す。ナスタシッチ、大きく縦へ、コラロフ、通るのかこのパス、抜けてくる、中上げる、リバコビッチ、ここは抑えました。ブロゾビッチ、今日の試合でアシストを記録しています。サイドを使う、来た、シュート、クロアチア絶好のチャンス、ものにできません。いや、ただこういったね、いいプレーをしてきて少しずつ変わってくる可能性ありますからね。クロアチア決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。コスティッチからこのフィードパス、ここはキーパー処理しました。モドリッチ、さあカウンターのチャンスになります。残り5分を切っています。ブロゾビッチ、ブロゾビッチから右サイド、素早いパスで攻め上がっていきます。ギャイッチ、ミレンコビッチ、セルビア、落ち着いて時間を使います。
ナスタシッチ、コラロフ、ワイドによく見てますよね。このパスがつながります。右サイド上がっていく、セルビアはベンチに動きがあります。ラキティッチ、裏を狙う、 いいボールだ。ブルサリコ、ロブレン、ラキティッチ、ミリンコビッチ、サビッチ、マティッチ、ミリンコビッチ、サビッチ、来た、これはI 終了3対1、クロアチア敗れました。勝ち点は得られません。両チーム熱い戦いを繰り広げました。さあゲームは終わりました。クロアチアとしてはとにかく悔しいでしょうね。他のチームに負けるのとは気持ちが全く違うでしょうからね。まあまたこの次の対戦に期待したいですね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。クロアチアが3対1、2点差で敗北を喫しました。